どうもコンパスでございます。よろしくお願いいたします。今回はですね、広島県福山市の鞆の浦対大漁節をご紹介したいと思いますけどね。どんな歌になるんですか？これはですね、この鞆の浦っていうのは鯛が盛んでして、大漁が大漁の時に歌われてたと言われてますよね。大漁が大漁、なんかちょっと肌寒い季節になってますね。どういう意味なのね。どんな歌かちょっともうちょっと説明してください。いや、なんかダジャレっぽくなっちゃったかわかんないですけど、まあまあ、だからいや、まだまだね、説明したいんだよ。説明したい、鯛の大漁ね、したい。まあ、したい。ちょっと海がしけってまいりましたね。お前が誘導したんだろ今、タイの死体もこれお前が誘導してんだよ、これね。そんなつもりないですよ。そんなつもりない。本当ですか？はい、で、この歌はですね、このまあ、言ってみたらですよ、この、縛り漁っていうのが盛んで、そこで大量にね、こう、お魚が取れた時にね、祝い歌として歌われてたんでしょうね。中島さんだったら、そういう祝いの場、はい、何の歌歌うんですか？何の歌？うん。いや、何の歌？泳げ、たい焼きくん。嵐が来るぞー。やめろ、マジで。ほうたためー。ほうたためってなんだよ。いや、西本さん、いや、なんか俺をただただ滑らせるみたいになってるでしょう。やめてくださいよ。いやいや、でもまあ、話は関係ないんですけど、私のね、おばあちゃんも福山市に住んでて、ほう。すごくいい場所だって。あ、へえ、それは行ってみたいね。行ってみたい。いや、もういいよ。どうも、ありがとうございました。さあ、大量、大量。瓶のさよえ、友のさ、その名も高い。はい、よいしょ、よいしょ。踊れ、銀鱗、こりゃに、戻しよいとな。どうもありがとうございました。